はい、こんにちは、マグノリアのユージです。今回は、モデルさんの顔立ちだったり骨格に似合わせた、ボブをちょっと作っていきたいと思います。でこちら側なんですが、こっちに引いて切ってしまうとここの部分がすごく薄くなってしまうので、先ほど決めた位置から若干前下がりに顎に沿うような形で長さを決めていきます。モデルさんが、少しですね左の方向に流れやすい毛質ですので、彼女はあの少し、目の印象が柔らかいので、若干その水平ラインで切ってあげることで、ハサミはですね真横っていうよりは少し上から毛先に抜けていくようにですね、ここの、よく見た時は厚みというかパツンとしたブラントのラインはある程度残しながら、この前から見た時の顔周りにかかってくるこの部分ですね、隙間を開けたい時は横から、毛先の質感を、スリークにしたい時は若干上から根元から中間、毛先の方までしっかり。無理にあのシンメトリーに作ってるっていうよりは、バランスを見ながらちょっとアシメトリーな質感とかも説得力があるものを毛先の方には遊びのある質感のボブができたんではないかと思います。見せ方としてはですね、少し片方だけ耳にかけて、ちょっとこうアシメトリーな印象のスタイリングなんかもすごく可愛いと思います。